市民の皆様、こんにちは。枚方市議会議長の藤田でございます。副議長の八尾でございます。9月の枚方市長選挙を経て、9月29日の本会議で伏見市長が所信表明を述べられました。所信表明とは、市長の任期、これからの4年間における市の政策や施策について、方針や重点課題に関する市長の考えをまとめたものになります。市の政策とは、とても幅が広いため、様々な項目を掲げられています。今から大きな項目をお伝えします。まず最重要施策として、1、子育て世帯をターゲットにした施策のより一層の充実、2、枚方市駅周辺再整備事業の着実な推進を掲げられています。この2点を強く推し進めることにより、多くの人から選ばれる街となり、本市に暮らす人、働く人、関わる人が幸せを実感できるようにすることで、持続的に発展する街を目指していくとされています。2つの最重点施策を着実に推進するとともに、あらゆる世代や地域全体を捉えた課題解決の取り組みとして、1、社会面、2、環境面、3、経済面、この3つの側面の調和を図り、持続可能な発展に取り組むとされています。すべてをここではご紹介できませんが、他にも様々な施策が掲げられています。本来であれば、10月6日、10日の2日間で所信表明に対する各会派の代表質問を行う予定でした。しかし10月1日、市長が公職選挙法に違反する可能性があるとして報じられ、10月11日、議会の一定のけじめとして問責決議を可決し、改めて10月16日、17日に代表質問を行いました。そして今回の動画では、枚方市議会のそれぞれの会派や会が市長の所信表明に対する考えなどをお伝えします。少し長めの動画となっていますが、ぜひ最後までご覧ください。大阪維新の会枚方市議会議員団代表の梶谷智博です。市長の所信表明に対して会派を代表し、32項目にわたり様々な質問・要望を行いました。今回はその中から抜粋してご報告いたします。まず、維新として今後の大きな課題と捉えている広域連携について、そして着実な市駅周辺再整備事業の推進について質問を行い、持続可能な市政運営が図れるよう着実に再整備を進め、市民とともに枚方市の将来像をしっかり示していくよう要望いたしました。教育・子育て施策については、中学校給食の全員給食と、さらに小中学校の給食無償化、留守家庭児童会室での会室時間の延長と3期休業中の給食提供、児童相談所の設置のための施設整備や人員体制の確保、いじめ不登校対策の充実を図るためのフリースクール授業料支援等を要望いたしました。教育施策については、読書活動については全小中学校への司書配置、社会で生き抜く力を身につけるための課題解決型学習について、実社会を経験する機会を作る取り組みについて質問を行い、教員の負担増につながらないよう要望するとともに、子どもたちの自由な発想で地域課題についても考えていただくよう要望しました。また、社会・環境・経済面については、高齢者の健康寿命の延伸や外出支援の充実、障害者の社会参加の促進、観光施策の推進、東部地域の活性化など着実に進めていただくよう要望をしました。大阪維新の会枚方市議会議員団は、今後も改革と成長で財源を生み出し、市民サービスの向上、教育・子育て支援の充実に向け提案を行っていきます。皆様こんにちは、公明党議員団です。今回の所信表明では、子ども・子育て施策と枚方市駅周辺再整備事業の2つが最重点施策として示されました。子ども・子育て施策については、国においてもさまざまな取り組みが進む中、本市として担うべき取り組みについて、子育て世代のニーズをしっかりと把握した上で、市民に保護者に寄り添った支援を実施すべきと訴えました。
また枚方市駅周辺再整備事業については令和6年度にスタートする丸三街区の行政機能スペースが駅地下のメリットを生かしより利便性の高いものになるよう求めました。次に小学校給食の無償化については我が会派としてもぜひ進めていくべきと考えていますが、一方で経費として年間約10億円がかかると想定されることから、今後安定的な財源の裏付けを持った上で着実に進めるよう要望しました。次に本年4月から始まっている総合型放課後授業については、夏休みなどの長期休業期の昼食サービス、放課後オープンスクエアの外出時間の延長、留守家庭児童会室の入室要件の緩和やトイレなど施設の整備などを求めたところ、前向きな答弁がありました。また新しい地域拠点については、今後市内の各支所などにおいてデジタル技術を活用し、これまで支所では対応できなかった福祉関係の相談なども含め、さまざまな申請手続きなどに対応できる窓口機能も有した拠点を構築していくことのことで、これまで我が会派が訴えてきたことが実現することを確認しました。この他にも代表質問でご覧のような主張をさせていただきました。これらの主張を実現できるよう公明党議員団としてしっかりと頑張ります。弁護士の会です。現在社会的なシステムの維持が非常に困難な状況であり、また大規模災害に備えるという危機管理も極めて重要となっています。にもかかわらず、子育て世帯だけに焦点を当てた人口確保政策と20世紀型の市街地開発の2つが最重要施策とは、社会経済の変化を無視しているのではないでしょうか。伏見市政2期8年間の最も大きな課題は、あらゆる場面において初めに結論ありきの姿勢を変えることができなかったことです。まずは暮らしの安全安心を、枚方警察署、枚方消防署といった防犯防災の拠点機能を整備する連鎖型まちづくりを進めるためにも、幅広く意見を聞いて修正をして政策を練り上げることが必要であると訴えました。庁舎地などさまざまな課題がありますが、私からは誰もが安全で安心して便利に利用できる地域北口駅前広場をまず早期に完成させ、人の誘導をスムーズにしてから建物をどのように配置すればいいのかを考えていただきたいと求めておきます。はい、スポーツを軸に健康都市枚方を実現したい。まだまだこれからその実現に向け提案し続けてまいります。市長の所信表明には若年層に対する施策や思いがほとんど含まれておりません。未来のまちづくりを語るからには、若者に評価していただけるかどうかという視点も忘れずに市政運営に当たっていただきたいと思います。はい、誰一人排除しないまちづくり、市民福祉の最大化を目指し、自治体の長としての役割を果たしていただくこと、そのために議会との真摯な議論を行い、今後4年間の枚方のありようを共有できるように市長としての責務を果たされることを求めます。以上、連合市民の会でした。皆さんこんにちは、日本共産党議員団です。共産党議員団を代表して広瀬議員が代表質問を行いました。代表質問は市長の所信表明に対して行うものですが、どうでしたか？今回の所信表明は本当にひどくって、これまでの総括も暮らしの現状もこれからの具体策もない、ないない尽くしの所信表明でした。まあ、その中でも市駅周辺の再整備大開発は市政の最重点で進めると、この9月議会に昨年否決をされた市役所の移転条例を再提案する予定でした。まあ、しかし市長自身の身から出たサビ、公職選挙法違反疑惑もあってか提案が見送られました。会場に掲げられた横断幕に縮小会と書かれていても、あれは縮小会ではなかったっていうのが市長の釈明です。 LINE のやり取りを示すように求めましたが、個人情報だと拒否されていますし、自身の処分も考えていません。甘く見ているのではないでしょうか。こうした問題をうやむやにして総事業費900億円を超える事業を進めていけるとは思えません。そうですね、
共産党議員団としては政治倫理条例を作り、市民の疑問に自ら積極的に答えるべきだと求めました。子育て支援では小学校給食の無償化は市独自でも早期に実施すると答えましたが、年間10億円を要します。市駅前大開発と両立できるのか、市役所の移転条例を提案する前に他の公約事業も含め長期財政の見通しを示すべきだと求めました。もちろん私たちは給食の無償化は大賛成です。だからこそ駅前大開発を見直し、老朽化した市役所を現地で早期に建て替えて、子育てや老後の支援をもっとしっかり取り組めるようにと求めていきたいと思います。自由民主党議員団です。我々は今回の命と暮らしを守ることが基礎自治体議員としての使命であるという観点から、市長の所信表明に対して代表質問に挑ませていただきました。誰一人残さないという SDGs の精神に基づき、人間だけでなく動物の命も守る共生社会を目指すべく、日頃より取り組んでいる経験をもとに様々な提案をさせていただきました。障害者スポーツの充実、とりわけスポーツ人口の少ない精神障害者のスポーツ環境の充実、枚方市だけでなく近隣市や大阪府といった単位での大会の開催を呼びかけるなど、具体的にこれまでも要望させていただいておりますが、今回も要望させていただきました。枚方市駅周辺の回遊性向上、言葉だけで終わらせないよう、概念的な表現にとどまっていた淀川河川空間、境界道、そして天の川の河川空間の整備の具体化を促す質問をさせていただきました。この他にも様々な質問をさせていただきました。詳しくは議会動画をぜひご覧ください。皆さんこんにちは。自由民主党枚方創生会です。市長の所信表明最重点施策、子育て環境の充実が真の意味で若い世帯の転入につながり、人口減少の歯止めとなる施策になるのか、市駅周辺再整備によるにぎわいの創出が市役所庁舎の位置を含めて、市駅周辺に訪れる人々が将来にわたり笑顔あふれる街づくりとなるのか、また市駅周辺だけにとどまらず市全体に波及効果が及ぶ事業となるのか、市民の代表である市議会議員としてしっかりとチェックし、意見提言を行ってまいります。いかがだったでしょうか。市議会の会派や会は、市民にとってより良い街を実現するために議会の場でそれぞれの観点から市長が行う街づくりの進め方や方針に関する疑問点を質問し、市の見解を明らかにしたり、また市民の皆様からいただいた声を市政に反映させるために意見・要望等を行ったりしています。これからの市長の任期4年間についても、各種事業や予算など市政運営をしっかりと注視し、議会としての役割を果たしていきたいと考えています。年6回発行している市議会法では、本会議で審議された議案などについて掲載をしております。広報枚方と一緒に皆様のご家庭にお配りをしていますので、ぜひご覧ください。また枚方市議会のホームページでは、本会議の生中継を配信し、録画映像や記録、会議の資料を公開しています。議場傍聴の予約もできますので、ぜひご利用ください。ご視聴ありがとうございました。